パイテオチャンネルのママです。今日は最近というかいろいろキャンプギア買ってきたんで使わなくなったギアを、キャンプ専門リユースショップレインボーキャンプさんに買い取っていただこうと思ってきました。使ってたから売れるかどうかもわからへんし、そんな値段がつくともあんまり思ってないんですけど、どれぐらい高価買い取りしていただけるのか、ちょっと今日はちょっとワクワクしながら来ました。だいたい何点ぐらい持ってきたんですか？だいたい20ぐらいかなって思う。ざっくり20ぐらいですか？数えてないねんけど、ちゃんとランタンとか、ランタンとか椅子のスーバーナーとか、うんうん、椅子とか目玉はテントですよね。そう、一応私がソロキャンプのためにちょっと買ったワンティグリスのね、思い出のワンティグリスのね、思い出、ちょっとほんまにちょっとソロキャンプ始めたいなって思ってる人の背中を押せれたらなって思う一品です。よろしければぜひ。じゃあ早速行ってみます。全部なんで、はい、お願いします。どれでも、それでもいいですか？はい、お願いします。すいません。今買い取りの方をやってもらってるんですけど、その待ち時間に店内を見れるのがまたいいですよね。もうなんか1時間はかからんって言われたんで、まあ店内さんちょっと見させてもらおうと思います。これレインボーキャンプさんのオリジナルブランド。オリジナルブランドのキャメルギア、かっこいいですね。ラクダがなんか前来た時よりもシナモンがめっちゃ増えてる。例えばこのカトラリーセット、かっこいい。ブラックやで、黒とシルバーがあります。このフォーク、スプーン、ナイフ、3点セットです。3個これ重なって収納できるって結構いいなと思います。あとこれも重っ、鉄板やん、お肉焼いた鉄板。え、これもやんな、サーフグリル、これ鉄板なんや、すごい。あ、お湯沸かしたりとかもできる。このテーブルもやで、キャメルギア、かわいい。なんか丸いのもかわいい。 DOD とかもめっちゃ置いてますよ。値段わかんねえな。あとチェアがすごいいっぱいある、懐かしいチェアたちが。
なんか昔バーベキューで使ったようなチェアが豊富に取り揃えられております。あとはシュラフ、シュラフ結構見て、スノーピークとかあんで、これ何やろ、あ、フロアシート、グランドシートってこと。これもよ、すごい。あ、これ編んでってみた、好きやろ。私ベストめっちゃ好きなんですよ。ベスト好きやろ。この前もあのナンバーパークスでめちゃくちゃ高いベスト買いとる、ね、危なすぎるやろ。めっちゃ危なかった、フリースとかウェアが結構売ってるな。これすごない？これ椅子にタイヤついてるけど。え、すごない？え、そういう意味な。結構しっかりしてるわ。座った方がいい、こうやって。だから中取るのかな、畳んでいい。あ、スイーってやって。いや、歩けよ。これは面白い。いつものあのセリフ出ないじゃないですか。いや、買っちゃいましょう。言われへんわ。あの場所取れそうにないね。あの車でこれを積む場所取れそうにない。お、もサビ。わあ、これやったら。私もナタで怪我することないんちゃうかな。これをちょっと買えるぐらいの値段で売れたかどうかですね。売れたお金で買おうかな。くさびってこういうのなんや。私もっとこう先が斧みたいになってるのかな思って。ここにね、すごいな。今日一欲しいかもしれない。初めて見た、ふさび。ランタンがすごい充実してる。レッドレンザーやミニマライトやら。で、何これ、めっちゃオシャンな、これ。なんていうの、ランタンカバー、これ。すげえ。あ、使えんかった。なんかすごい光った様子見てみたいや。ほらほら回んねん、ほら。なんかほら、すごない？へえ、かわいい。どうやって、え、一個一個はめるのかな。はい、レッドレンザー売ってますよ。レッドレンザーありますよ。ミニマライトも黒とカーキありますよ。ユージャックもあんねんな。ユージャックはケース入り、ケース付き。え、すごい、なにこれ。うわ、あ、使えへんって感じです、ランタン。よかわいいよ。よかわいいよ。
マルコも結構置いてたかな。置いてた。よっかな。あ、見て、焚き火フライパンも置いてる。あ、ちょっとちっちゃい。揃えようかな、焚き火フライパン。もうこれ以上フライパンを置いてないでください。フライパンがもう溢れてる。ランバージャックスの椅子ありますよ。椅子も置いてますよ。椅子？何でも使えるのか、これな。グレーとベージュと黒。黒がやっぱ人気あるみたい。この前買っちゃったんですよ。うん、そして、まだ今で1回しか使ってない。でもこれちょっとした時にな、パーって持って、これで座って、うんうん。でもあの、気をつけてください。切りっぱなしのキーな。いやでもキャンプって大体手袋して行動した方がいいよな。怖いよな。うん、ちょっとあの手袋買おうかな。買いましょう。マジで買いましょう。これあの溜まったポイントで買おうあのあそこで、うん、ナンバーパークス。手袋買ってくださいと思って。へえ、スープボールやってすごいシンプル。足りないですよ、こんなスープ。やっぱりこれぐらいないとね。え、これお茶碗で可愛くない？可愛い。家で可愛いの。え、めっちゃ可愛い。お、いろいろあるな。なんか隅々まで見てたら1時間なんかあっという間。ステーク、めっちゃいいから、かっこいいし、黒も一瞬で売り切れたよな。これはいいテグやから、ぜひ皆さん買うてください。バイトステーク。テグもいろいろあるし、査定が終わったので、今からちょっとレジの方行きます。いいですね。20点以上はあるんですけど。はい。じゃあ、点数が32点で、はい、もう内訳が、ね。32点もあった。そうです。32点もあった。すごい。保険金額があった。めっちゃすごいね。え、マジですか？予想超えてきたよ、だいぶ。もうありがとうございます。はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。すごっ、すいません、初めてパンもあって。いや、もうこちらこそすいません。じゃあこちらのコアの署名。はい、わかりそう。びっくりした。何買おうかな。そうですね、ちょっとだけ。そうですね、はい、わかりました。切れてしまうので、これだけはちょっと。あ、はい、わかりました。3個だけでよかったです。もっと返されるかなと思ったんで。いや、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、遅くまでお邪魔しました。ありがとうございます。またお願いします。失礼します。すいません。いや、もうめっちゃ嬉しかった。いっぱい32点、結局32個あって、3個だけあの
買い取りできないものがあったんで、ってことは合計35点あったってことや、うん、値段の方はちょっと詳しく公表できないのでまあ予想を超えてきた額で買い取ってもらえたということなんで嬉しかったですそう、私の欲しいものが買える値段です。想像にお任せしますけどもよかったら皆さんもぜひレインボーキャンプさんに使わなくなったギアを売りに来てみてください。じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。ではまた会う日まで。バイテアオチャンネルママでした。